ちょっと、いやいやいや、おはようございます。釣り深いです。いや、今日はですね、2021年12月25日クリスマスですね。クリスマスでも釣りします。クリスマスフィッシングいいじゃないですかね。釣れるかな今日。今日は一日中氷点下です、これね、何が大変かっていうとね、ラインがね凍りついちゃってね、あのフライを投げることができない、物理的にね釣りができなくなっちゃうのがね一番大変なところなんですよ。魚はねいないことはないんですけどね。早春でしたかね、この薄氷に足を取られて冷たい水の中に転倒してですね、あれですよ、あのカメラも水没、大変な目に遭いました ね。この時期危険ですので皆さん気をつけてくださいね。足元、夏場転ぶのとですね全く違いますから、気をつけて乗りましょう。これね、あれなんですよ、本当にね危ないです。滑るしね、降ります。これにね滑らせて転ぶんですよ。さあこれやばいっすよ、これねえ、ラインがとんでもないことになっちゃうのかなという気はするんですけども、ありますよ。この日中は明るい時間帯しかできませんよ。まあ1匹か2匹釣れればよしにしましょうかねえ。やってる間にね、だんだんラインが凍りついてきますからね。ね。よし。来ました来ましたよ。はい、クリスマスフィッシング、1匹来て2匹目ですね。2匹目です。はい、寒いのにありがとうね。貴重な1匹ですねこれね。はい、こんな感じです。いいでしょ。はい、ありがとう。よし、帰るかい。ガイドがこれこんな感じですよ。凍りついちゃってね、まともに釣りもできないんです。これひどい。ガイドの氷を取りながら釣りしなきゃ釣りになんないんです。これやばいやばいね、こんな釣りです12月は。我慢しきれずに出てきてください。1匹だけ、ね、おー来た、また来ました。あ、これは、あ、おしょろこまですね。おしょろこまです。これね、これおしょろこま、これこんな、どうだ、こっちの方がいいかね。これおしょろこまね。え、ありがとうありがとう。こんな感じです。
おしろくまですよ。よし、はい、ありがとう。綺麗でしょ。いや、ちょっとタイム、ガイドの氷を落としながらの、いや、これひどい。これね、フライライムいたもんですよね。これこんなことして釣りしてると壁面に至ります。まあ1シーズン使えればよしとしましょう。また来ました。連続ヒット。境のポジション分かりましたよ。あ、これニジマスですね。うわ、はいはいうわ、これこちらです。ね、よし、これね、今日の釣りはね、インジケーターをつけないんですよ。インジケーターをつけると浮いちゃうんで、この寒い時期はね、本当にベタ底で釣りますからね、インジケーターつけないんですよ。インジケーターつけないで、もう、そこべったりを流していくという釣り方です。ひどい。そうすればですね、魚はあれですね、ピンポイントにいます。本当のピンポイントにいますね。レーンが間違うと全然来ないです。止まった。お、居場所分かりましたよ。居場所分かりました。で、ピンポイントで魚いますからね。止まるでしょ。おっ、ラインが止まるので当たり分かるんですよ。流れないで止まっちゃうんですよ。さあ合わせる。来た。おい。ほら。ね。こんな感じです。クリスマス。メリークリスマス。よし。こんな感じですよ。はい、すごいです。はい、ありがとう。寒いね。お、いい感じですよ。いい感じです。あ、これもおしょろくまですよ。おしょろくま、おしょろくま来てくれました。おっと、はい、ありがとう。いやー、ひどい。ひどいな。釣れるけどひどい。ひどいこっちゃ。これは大変だ。ラインの氷を取ってですよ。このラインの氷取らなかったら本当にナチュラルに流れないんで、全然お話にならなくなっちゃうんで。よし、行きます。さあさあ来るか。お、
お、よしかこれこの時期でもこれですよ。ほれねえ、ほれ肩いいですよ少しね。よし、よし、ねえ、これが冬の釣りです。インジケーターつけたらまず釣れないですよ。皆さん注意してくださいね。インジケーターつけないで、もう本当にベタベタ底です。ベタ底もいいとこです。ここを流してきてラインが止まれば食ってるということですね。来たまた来てくれました。よいしょ、はい、ありがとう。ねえ、よし、いいね、よし、ガンガン来ますね。クリスマス、これはひどい。なんとかしなかったらこれやばいですね。いやいや、なんとかしなかった。いやーすごい。折らないようにね、竿ね、気をつけないと折れちゃうんで。よし、行きます。いやいやいや、ひどい。止まった。はい、また来ました。あー連続ヒット。ふふふ、はい、だんだん大きくなってきましたよ。だんだん大きくなってきました。これいいでしょ。こんな感じですよ。よし、ね、ラインの氷を取ったんですね。よし、いいとこ流れればね、連続ヒットですよ。止まった。おれ、また来た。3連続ヒット。うー、わーや、おれ、きちっと流れればですね。そして肩がだんだん良くなってきました。よし、はい、ありがとう。またライン自体がまた凍り出しましたね。ね、もうラインメンテしながらの釣りです。ラインメンテしながら、このまましちゃうとね、ダメなんですよ。ほんとね、このまますると太いラインでね、流してるようなイメージになっちゃってね、全然ダメになっちゃいますからね。ラインメンテをこまめにしてナチュラルに流して、よし、ほんとピンポイントの魚はめっちゃめちゃ変わってますね。最初居場所が分かんなくて苦労しましたけどね、居場所と釣り方が分かればバッチリです。これまた来てる。よし、
よし。あ、やばい。凍りついた。リールが動かない。神経症。この怖くちゃうな。あんまり無理やったら。やばい。さっき水に濡れちゃったんですよね。リールが回んないよ、これ。どういうこと？ラインも大変なことになってるし。やばいやばい。ちょっと水につけますか、逆に。ね、水につけた方がいいです。こういう時は。いかない？いや、ひどい。終わんないかい。あ、動いた。あ、動いた。